旧統一教会からの被害を訴える女性が浜田知事と面会し、多くの人に被害のことを知ってほしいと訴えました。浜田知事と面会したのは、高知県内に住む84歳の女性です。実名を公表し、被害を訴える南国市の橋田達夫さんとともに知事のもとを訪れました。女性の娘は40年ほど前、高校を卒業してすぐ旧統一教会に入信、以来会うこともままならなくなり、合同結婚式の費用など事あるごとにお金を求められ、苦しい思いをしてきたといいます。娘のことも思わん日も今も何ですよ、もう家庭崩壊になってね。旧統一教会をめぐっては、文部科学省が去年10月東京地方裁判所に解散命令を請求、さらに財産の監視を強化するため、ね、文化庁は今月7日指定宗教法人に指定しました。女性の訴えに対し浜田知事は、県としても引き続き相談を受ける体制をしっかりとって気持ちが休まるよう協力したいと答えました。40年をちょっと過ぎたね、歳月を、人生を、娘も私もね、本当に普通の人生はなかったからね、娘ももう家庭崩壊です。ほんでそれを訴えたかったです。今日こうやってね、橋田さんがここへね連れてきてくれて、知事さんもねお時間を割いてくれたことに感謝とね、もう気が楽になりました。もうこれで前向きに行きます。同席した橋田さんが立ち上げた被害者と支援者の会は、今年5月に教団の問題に詳しいジャーナリストの鈴木エイトさんを招き講演会を開く予定で、悩んでいる人はぜひ参加してほしいとしています。